あの島の内部にメスールが。おそらくね。でも侵入する方法がわからないんだ。だからオーズと手分けして調べようと思ってな。わかった。じゃあ俺は水中を調べる。それがいいね。なら僕らは水上を調べるよ。おい、バカかお前は。罠に決まってるだろ。お前あのヘンテコを助けるために死ぬつもりか。アイはもう俺たちの仲間なんだ。助けに行かないと。チッ。ゼロワンとテルイは地上から援護だ。一応言っとくが、アンクもな。了解だ。オッケー。知るか。交渉の兵は取り戻してみせる。気をつけろよ。アンク、お前がいれば大丈夫だって。想定通りあなた一人で来たみたいね。メスール、アイは無事なんだろうな。ええ、もちろんよ。人質は生かしてこそ価値があるものだもの。ごめん、アイ。俺のせいで君を危険な目に。いいんです。オーズさんが無事なら。あえて罠にかかる勇気は褒めてあげるわ。けど、結局は犠牲が一人増えるだけね。さあ、ガメル。私たちの力を見せてあげましょう。卑怯！ミズールと俺で倒す！何が卑怯だ？人質なんて取るそっちの方が卑怯だろ！ねえ、そうなのか、メズール。俺はそんなお前らなんかに負けるつもりはない。
決まりでしょう。こんな手段は取りたくなかったけど、こうなったら。オーズ、指一本でも動かせばこいつを砕くわよ。愛を盾にするなんて。メズール、すごい、頭いい。ありがとうガメル。さあ、それじゃ逃げましょう。俺はまた無力なのか。何でも一人で背負い込むな。アイ、大丈夫か。大丈夫です。身体をおかけしました。よかった、よくこんなところまで。ありがとうございます。当たり前だ、お前はほっとくと無茶をするからな。人質も失ってしまうなんて。ガメル、逃げるわよ。今がチャンスだ。今までの分を全部返させてもらう。セイヤー、でとどめだ。ありがとうございます。ナイスタイミングでしたよ。礼を言っている場合か。人質を取られて無抵抗になるとは。すみません。でも結果的になんとかなったから、今はいいってことで。まったくお前はなぜそうも無茶をする。それよりどうしてここに。お前と同じだろ、鴻上ファウンデーションの要請だ。それに同じ警察官のあの人も来てるんだよ。照井さん。なるほど、そういうことか。とにかくありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。ここからは俺もお前たちと一緒に行動をしよう。そう言ってくれると思ってました。また一緒に戦いましょう。オーズ、はい。それにあんたはバーズだっけ。そう、助けに来てくれたんだ。どうやらうまくいったようだね。ルイ刑事、一緒に戦えるなんて光栄です。いや、ここでは階級は抜け。かー、やっぱ警察官は馴染みだね。これで仮面ライダーは5人。この調子でゼウスも。私が、なんだね。仮面ライダー、お前たちはなぜそこまで私の邪魔をするのだね。命の再生と復活という結果を見てもなお、この素晴らしい研究の邪魔をするというのか。何が素晴らしい研究だ。あんなふざけた計画、絶対に止めてみせる。多くの犠牲で成り立つ命なんてあっていいわけねえだろ。止める、どうやって。皇帝の完了まであと一歩というところまで来ているというのに。愛を取り戻すために大切な時間を浪費してしまったようだな。実にくだらない執着だよ。その間に私は計画を進めることができた。お前には大切な人はいないのか。おざくな。お前たちと話すことはもうない。それより早く次のセクターに進むがいい。そこでは懐かしい人物がお前たちを待っているよ。死を超越した者としてね。懐かしい人物。次のセクターに行けばきっとわかるよ。先を急がなきゃ。ああ、そうだな。どんな奴が来ても今の俺たちなら大丈夫だ。さあ、先へ進もうぜ。
地獄から戻ってもまた地獄とはな。まさに生き地獄だ。いや、俺に生も死も関係ない。ただ永遠の地獄を楽しむだけだ。さあ、振り切るぞ。ここは今までのセクターの雰囲気が全く違う。ここはコアエナジーの生成プラントがあるセクターになります。研究で使われるコアエナジーはここで採掘され、そして使えるようにするのです。過剰摂取の実験をするにはもってこいってわけか。過剰摂取による暴走の制御か。それが一体何なのか調べないとね。いける。決まりでしょう。電電
センサーで何かわかるかもしれません。本気出してみようか。どうしたんだ、ウバ。ローズ倒す。話が噛み合わない。聞こえていないのか。ローズ倒す。Come on!
アイ、さっきのウバーだよね。はい、両親、コアエナジーの反応パターンが今までと同一でした。唯一違うのは、コアエナジーの観測値が倍以上の大きさだったということです。ってことは、コアエナジーが多すぎてウバーは自我を失った。おそらくはそう。セルヌガル使いすぎじゃないか。本気出してみようか。負ける気がしないね。らしくない戦い方というか、メダルを取り戻そうと必死だっただけじゃないのか。いや、姑息な策略もなしに真っ向勝負ってのはどうもあいつらしくないな。コアエナジーがグリードの欲望を上回ったってことなんだ。私にはわかりませんけれど、この先にその答えがあるかもしれません。そうか、とにかく先を急ごう。